どうもナオチンです。スパイファミリーやっていきます。よろしくお願いします。ある程度ゲーム進めまして、このゲームミニゲームで高得点を取るのが重要だっていうのが分かりました。まず夜さんのクッキング、そしてドッジボールとロイドの脱出、茨姫のお仕事、この4つをまずは練習していった方が良さそうですね。で、練習ある程度終わりましたので、別のやつをちょっと楽しんでみようと思います。下の方から行こうかな。これちょっと気になってたんでやってみましょう。私が秘密組織 P2 のボス、キメラ長官だ。本日の指令は、悪者に捕まらないようお菓子を回収することだ。うい。エージェントアーニャ君も心してかかれ。おきどき。すべてのピーナッツを回収すればいいのね。追っ手に接触されず、すべてのピーナッツを回収するゲームですと。接触するとミスになる。で、マカロンを取ると、ハイテンションモードになって、追っ手を、これパックマンだね。パックマンだな。で、キメラ長官とペンギンに合流すると、獲得スコアを増やすことができる。OK。要はパックマンです。行きましょう。いや、ちょっと待って。結構むずいか。待って、キメラ長官。ゲット。で、獲得スコアがこれで増えるんですね。よし。オッケー。ペンギン。ペンギンゲット。獲得スコア 1.2。いいね。マカロン、待て。オーケー。いいね。よし、オッケー。あそこにマカロンが1個あるね。いや、これやべえぞ。待て。いけ。あーにゃ最強。じゃあ、あっち側にピーナッツ結構あるから、これを回収して、あと50個結構あるな。あったよし。じゃあOK。 厳しいか。もうちょい。いやー、今日これもうちょっとなのに。 OK。 ノーミス。で、ステージが2分の1になってるんで、あと1ステージあるのね。はい、行きましょう。行きます。あんまりね、これ深追いしない方がいいんだよな。ちょっと待って、ペンギンとキメラ長官をまずは取りたいところ。いや、ここはもう取るっきゃない。ペンギン下の方いたよね。いた、取りたいけども、敵が気になる。いや、もうこれ取るっけない。多分四隅にあるっぽいね。よし、ペンギン、オッケー。 1.2倍。半分以上は取れてるんで、厳しい。え、もう一個マカロンある？あるね。よし。OK。 もういい。いける。敵も潰しつつ、ピーナッツあと20個。
やべえぞ。ドキドキ。いや、きつい。いや、いける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 。よし。パーフェクトです、パーフェクト。もう一個ぐらい行ってみましょうか。大富豪は、まあまあわかるから。これ行こう。P2 のセキュリティ。これなんだっけ、マッピーランドだったっけ、そういうやつだったよな。マッピーランドだったよね、確かこれね。わかるわかるわかる。お手に捕まらないようにお宝をすべて回収する。で、アーニャは左右に移動することができて、トランポリンを利用して違うフロアに移動する。トランポリン中は捕まることはありません。で、10個のお宝を集めるとステージをクリア。あ、で、同じ種類のお宝を連続して取ると、 なるほどね、テレビならテレビを一緒に取ると獲得点数が増える。はい、ドアを開閉すること。そう、 まさしくマッピーランドで、顔つきピーナッツは接触するとミスになってしまいますが、お宝に隠れている時にお宝を回収することで、あのピーナッツをね、はいはい、ボーナスを得ることができる。で、キミラ長官とペンギンに合流すると、スコアアップと。なるほど、行きましょう。まずはテレビ行こうか、横の、まず横のテレビから。で、こっち戻って、ちょっと待って、キミラ長官こっち来い。あ、やばい。敵がむちゃくちゃ速い。ダメだ、これか、これきついな。よし、目標回収。はいはいはい、ドキドキ。いかん、くる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 。ちょっと待って、目標回収。よし、キムラ長官ゲット。で、横のペンギンも行きたいけど無理か、無理か。これ、あのね、同じやつ取りたいけど難しいね。いや、クリアはできるけどさ、クリアはできるけど、うわー、結構広くなったな。まずペンギン取りたいけど敵も来そうなんだよね。よし、で、いいね、こっち、ドキドキ。で、こうして、こう、危ない、ドキドキ。あっちにあるか、オッケー。あ、キメラ長官欲しい、バカ、ドキドキ。ダメだ、取れ、取れるじゃないけど取れないね。すごい、最後最後最後、はっけ、いける。うーん、難しい。まだあった。あ、これ3ステージか、これ3ステージです。キメラ長官取りたいな。あ、いや、いろいろ考えてやるとダメだ。やられる、やられる。いくぞ。なんか取りたいけど、あっぶね。いか、目標回収。こっち来い、取りたい。よし、あとアイテムはいくつ？2個？いや、結構まだあるな。ドキドキ。よし、上を取る。え、屋根の上もあるの？よし、あ、やばい、やばい。屋根の上あるんかい。で、
もこれおしまいだ。目標開始。むず。任務大成功。はい、ということで今日はミニゲーム2つ練習してみましたけども、なかなか難しいね。一番簡単なやつで言ってこれなんで、これ難易度一番難しいところだとちょっと厳しいかもしれない。まあ、とにかく、ゲームをうまく進めるためにこのミニゲームの練習っていうのはね、絶対していった方がいいと思いますので、練習していきましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。